皆さんこんにちは、ケンです。今日は新型 TCR のご紹介をしたいと思います。でこちらが新型 TCR アドバンスドディスク2021年モデルになります。今回マットブラックお借りしました。見てください、ロゴ。このロゴなんですけど、フレームはマットで、ロゴが、ラメが入ってて高級感すごい漂ってますね。まあ今試乗もしたんですけど、ちょっと先にバイクの簡単なスペックを紹介したいと思います。まずフレーム、カーボンです。フォークもここのクランプする部分も、中身見たら、カーボンでした。でシートポストもカーボンですね。でハンドルとステム、これはアルミで、メインコンポは105ですね。新型 105R7000、 ドライブトレインも105で、それの油圧ディスクになります。あとはこれはスルーアクセルですね。レバー付きなので工具がなくても外せるのかなっていう感じですね。サドルはこうやって穴開きで、まあ男性にも優しいで、かつ硬すぎない、ちょっと柔らかめのサドルなので、ロングライドとか指導に向いてるのかなと。左クランクにパワーメーター、左クランク一体型のなんとパワーメーターがついてるんですよ。でホイール見てほしいんですけど、これがジャイアントのチューブレスホイールになります。でタイヤもジャイアントガビアコース1チューブレスシステムって書いてあるので、これもチューブレスタイヤになります。タイヤのトレッドパターンが結構真ん中スリック、サイドはグリップが効くようにっていうようなトレッドパターンになってます。いろんな TCR 見ましたけど、まあだいたいこんなようなタイヤが今ついてますね。でもう一個特徴的なのが、このスペーサーが、専用品使われてますね。でアルミとかではなさそうです。でこれ多分カーボンだと思うんですけど、結構エアロ形状になってます。この下も一緒にねエアロ形状になってますね。次にフレーム、フレームが結構大人の手と比較するとかなり分厚いです。なんでダウンチューブがかなり分厚いので、ここにボトルケージつけた時も結構すっきりくるんじゃないかなと。逆にシートチューブはかなり細い、シートチューブはかなり細いですし、こう見た方がいいかな。シートポストもエアロ形状、ここがねかなり細いです。でちょっとエアロ形状になってますね。チェーンステイはまっすぐな感じにはなってます。この価格のカーボンロード、かなりコスパいいんじゃないかと思います。試乗なんですけど、今前後とも、6バール結構タイヤの範囲でいうと低め、 5.8 から 8.6 まで入れれるタイヤなんですけど、6で乗りました。結構低めで乗ったんですけど、かなり軽やかに走ってくれる感じで、剛性って言えばいいんですかね、ガチガチではないので、どちらかというとそのロングライドとかですごい使いやすいなと思いました。いろいろ今まで試乗とか、あとはエボとかドマーネとか乗ってきたんですけど、ロングライドとかグルベとかそういうところで使いたいって思うような、バイクでした。で TCR はもっと上には上があって、まあ、100万超えのやつもありますし、まあ、そういったものはもうちょっと剛性がカチカチして、まあ、レース向けなのかもしれません。ですが私が今まで試乗した中では乗りやすい、なんか何時間でも乗れそうな感じがもう試乗でしました。でこの価格でこのパワーメーターがついてたりとか、あとチューブレスシステム、タイヤとホイール最初からついてるので、もうチューブレスするのも簡単ですね。お金もかけずにこの価格ですからね。でまあコンポは今までまあいろいろもう全部ですね、ほぼデュラ S から
デュラエースアルテグラ105ティアグラっていう風に今メインで使ってますけど、正直 R7000 の105もう本当に十分すぎて、もう変速もカチカチャもう決まりますし、初めて買うロードバイクにしてもかなりいいと思いますし、2台目にしても3台目にしても、いいと思います。これは試乗してみないとわからないと思うんですけど、この完成車の状態で、しかも空気圧低めで軽やかに走れる、なんかすごい軽いなって思ったロードバイクでした。私ガチガチにレースとか出てるわけではないホビーレーサーなので、もうホビーレーサー目線で言わせていただくと、この TCR かなりいいなと。レースが好きでロードバイクとか乗ってる方だと、まあ、どう思うのかなっていうのがすごい気になりますし、 TCR のウェドグレードは私も乗ってみたいですね。もっと硬くなって軽いのかなって思っちゃいました。でジャイアントさんの TCR だけのカタログがあるんですけど、これも、まあ、プロバイクショップとかに行って あったらぜひ見てほしいです。今回設備も変えたりとか、例えばカーボン成形、まあ、カットするための工程をなんかレーザーカットにしたのかな、だったりとか、上級グレードになりますけどホイールに関しては、まあ、23C のタイヤを履いても 25C の接地面になると、太さになると、なので 23C にすることで軽量化はできて、太さをかつ維持できるっていうようなホイールがあったりとか、今年の TCR は力入れてるなって思って、アドバンスドプロディスク乗ったわけなんですけど、これ私今提供とか全然ないので、もう正直に答えてるんですけど、かなりいいです。今日はこんな感じで TCR のレポートでした。今ね、他にも新型どんどん2021年モデル出てくると思うので、休みの日はねこういう風に試乗していきたいと思います。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。